ではこれ倒せるかな。ちょっと休憩したい。なんだ、消えちゃった。誰だ、クレオと、テサ、テオと、あ、これは幽霊な、幽霊たち。幽霊たち、なぜなのだ、ソーリータ、なぜ私を拒む、生徒しよう。これはなんだ、しかり一人しか、わからない、一人魂を盗む、縫われたお前、縫うか、縫われた、ソーリータ、お前にはこの私こそふさわしいではないか。この呪い、呪われた世界に一緒に復讐をしよう。お前まで私を拒むのか、ソーリータ。この世界で最も呪われた紋章よ。お前さえも私を受け入れようとしないのか。なんだ、バックスタブか。もういい、やめるんだ、ウィンディ。これはスマか。バルボスのスマ。何をする、お前など私の魔力で。無駄だよ、ウィンディ。私の持つ竜王剣、覇王の紋章はいかなる魔力を受け付けない。それか、それが門の紋章の力であってもな。しかしお前はブラックルーンで、それもまたまたざれごとに過ぎない。何をする気なの、パパロッサ。私はお前を愛していた。嘘よ、お前の愛していたのは私の中に残るクラウディアの面影よ。それは違う。私はお前の瞳の奥に沈む悲しみを消したかった。受け入れられぬものの悲しみを。私はお前を愛した。しかしそれは間違いだった。私の犯したただ一つの過ちだ。そしてそれは許されるものではない。やめて、やめてちょうだい、バルバロッサ。私は私の帝国を自分の過ちによって失った。第二、君が果たしてここにどんな国を作るのか。バルバロッサ様、皇帝陛下、さらばだ。なんだ、自殺、落ちた、飛んだかな、脱出したった。皇帝の最後だ。ああ、そして帝国の最後だ。まあ、まだ生きている、このやつ。まずいな、この城はあんまり持ちそうにないぞ。早いところ脱出しよう。ああ、私しなきゃが。よし、勝った。お逃げください。ここはもう持ちませんぞ。バルバロッサ様、皇帝陛下が、まず回復かな。紋章できるね。じゃ、これ、癒しの風。いいね。知らなかった、これ。そっか。はい、行こうか。
Finish game clear, Kai. Ah, Nagai, Kairi Michi Nagai. Mendokusai. Nagai sugiru kono rouka. Nande konna ni nagai. Mada tekiru. Nigeru nara ii daro.解放軍のやつらは生かして返すな。ああ、めんどくさい。タイにここは俺が食い止める。お前は先に行け。バカやけどよ、ピクル。タイにお前はまだまだこの国に必要な人間さ。新しい国にな。しかし、この俺は戦争がなくなれば必要のなくなる人間さ。大丈夫だ。心配するな。すぐに後を。フリック、タイニーを頼む。うん、終わった。イカオリーだ。やつの気持ちを分かってやれ。急げよ。ない、大丈夫。不死身のピックル様だ。すぐに後をから心配するな。フリック、頼む。イカオリーだ、やつの気持ちを分かってやれ。さて、死にたいやつは前に出な。この心臓が荒れ積むするまで俺は戦う。やめんぞ。よし、ピクロ終わり。ピクロおしまい。次は。フリック。バカ野郎、気をつけろ。え？タイニー、お前はオデッサの見込んだ男だ。オデッサの望んだ国を作る男だ。そのお前をこんなところで殺させるわけにはいかない。あの世でオデッサに怒られちまうからな。行け、タイニー、みんなが待っているオデッサの目指したものをさあ行け。置いていかない。大丈夫だ。ピックルと一緒に後から行く。お前置いていかない。早く行け。早くしないと俺はここで自分の首を切るぞ。置いていかない。行きたいによってさ、お悲しみはさせるな。大丈夫。死ぬな、アフリック。オデッサに会うのはちょっと早いからな。そいつは俺が彼女にふさわしい男になってからにしよう。ピクル来た。タイニーはどうした？先に言った。これで思う存分戦えるな。ああ、お前と一緒というのは気に入らないか。タイニーはこっちへ逃げたぞ。皇帝陛下の仇を取るんだ。行くぞ、交流剣か。一つ甲斐の荒いやつだな。まだこの剣持っている。我が剣、オデッサにかけて、ここは通せんぞ。もうさっさとこのゲーム終わりたい。これミスター、これクレディッツか。数少ないね。見ろよ、勝ったぜ。俺たちが勝ったんだぜ。ああ、ついに帝国は泣くんだ。やったやったよ、シルビナ。キレス、キレス、キレキス。ついに終わったのか、タイニ様。見てよ、テンガール。僕らが勝ったんだよ。帝国を倒したんだよ。痛い、痛い。そんなに引っ張ないでよ。ああ、ごめん。
ブラックの仇は取ったことになるのかな。終わったな。おいじじい、てめえが死ぬ前にこんなすげえことができてよかったな。じじいと呼ぶな、じじいと。終わり。ゲームクリアか。誰マシか。竜感度のあの声は買ったのでしょうか。ええー、そうです。とも。そうですか。竜感度の私は戦いを嫌ってきました。いかなる理由があろうとも、人の命を覚めることは間違いだと思ってきました。その私が戦争を軍師、多くの命を奪った。私は本当に助かったんでしょうか。やはりあの群れで一人釣りをしながら人生を終えた方が良かったのでは。マッシュだな、それはその答えは。お眠りになれ、なられましたか、マッシュ殿。安らかにお眠りなさい。あなたは多くのことを成し遂げたのだから。なんだ、死んだか。ポテト、マッシュ。マッシュポテト、死んだ。ね、私、おじいさん、いや。ゲームクリアか。クレディッツ。まだ。なんで真っ暗。なんで真っ黒。真っ黒だな。真っ黒じゃない。ん？終わり。クレディッツ。これ。天下系タイにトラン共和国の正代大統領を次第対して、レポランド次第したいなんて変わり、トランプ、トラン共和国正代同僚に選ばれる。太陽軍の勝利を知り、眠りなきつく、レッドロールともに姿を消して、手揺れ、縁つけてて、行き先をつけてて、トランプ悪い子。そうしらいかんの断り、箱を守り、固めて、もらえば城を戻る。共和軍の総司令官に周知に全誰もない。子孫にいる国体に逆れ、木棒、絡んでて、超大強軍だけ引ける。商人ギルの中のとんで、謙虚を振る。戦いに疲れたといいおでそうを安いのえも持っている。最後の戦いの幼なが行方不明となる。トラン共和国の部隊長となり、エルフの群れとちょうど役に住むので、共和軍に入るを言い上がって乗馬を締める。最後の戦いの幼なが行方不明となる。共和軍の巣窟死やなくにばって生きれる。共和軍に誘われ断る共和国を去る。世界一は早いとこになって帰ってくる。いい旅立つ。契約は終わったをいい越しずこへと去る。一時こぼるところにいたからしばらく立ちに出る。エルフ村をよみがえるために力を注ぐ。バルボロスとクラディアの眠りを守って衣装を得る。手をマクドルと一石打ちに破る。二人いない。核の町に戻り、決まらせて活躍できてくる。たくさんないね。トランコのほとりでのんびりと魚釣りを楽しんでいる。戦士として本当に認められたため旅に出る。自分がいないとダメだからとヒックスの旅に無理やり行く。国教系と大体に任命される。バルカラスの共に共和軍に触られるいつしか姿を消す。レパントのそばに常に寄り添うアイリンの姿があった。聞いたでいいもうけ話が疲れと言ってしまった。自由を表現する色が探しに旅を出る。安定の町で紋章師の仕事を続ける。強い相手の探すために修行の旅に出る。治癒成果。
首都警備隊の最将軍となる。首都警備隊の、右将軍となる。トラン共和国の長期管理任命される。共和国に財産の管理を任せる。次の冒険を探して次の国と出発した。自分の畑に誰だこれ、ブラックマン、わからない。畑に戻る。ルート騎士団に戻る。後進の指導に当たる。クロン、寺に戻り修行を再開する。首都となったグレッグ・ミンスターの復興で、まだこの人、バルを出ていて庭に、好きの家に誘拐ナイズを起こっている。防具屋のやめて芝居小屋の始めを成功する。医療ところを開設し、多くの人々の命を救う。クロン寺に戻る。竜騎士の資格を失い、ハンフリーと共に旅立つ。ロックルの隠れ里とに戻る。自分の腕の未熟さを知り、再び修行に打ち込む。ロックの里に招かれる。修行のためにドワーフの群れへ塔を向く。発明が売れて大金持ちになる。大砲の家に押しかけていつしか居座ってしまう。トラン共和国のパトロール隊隊長に任務される。日々をたくましく生きている。庭園の群れに戻り船大工を続ける。レクナーとの代わりに星見を役を受け継ぐ。共和国一番の人気の踊り子となって、何不自由のない暮らしをしている。ルード騎士団寮に戻り、自分の勤めを果たす。今猛練近日の研究に没頭している。もっと大きなからくりを探す旅に出る。解放軍の戦いの歌を多くの人々に聞かせるために旅立つ。テレポートマンをまた失敗してどこかへと飛んでいってしまった。冒険が私を呼んでいるの。泊まった家を飛び出てしまう。補正役としてウォーレンを助ける。レファントからの連分けして商売を始める。アシュの好きを生きなんだを作るなんだこれ。スタキを作るために取材録音に出る。共和軍の物質指南役に任命される。噂話しが過ぎなのは今も変わらない。コボット村に戻り村長になる。コボットで2番目の1番は黒耳。戦士になるために頑張っている。マリーの宿屋の国交を続けている。ドワーフのエア、シチュー専門レストランを開店する。ドワーフの大金庫の設計を頼まれ、仕事に没頭する。圧倒な宿屋、宿屋を書いて繁盛させる。小さなサイコロからの約束通り、クルクスのお嫁さんになる。それは男か。花嫁修行に精を出しているらしい。今も各の町でサイコロと幕を楽しんでいる。共和国州とグレッグ・ミンスターで宿屋を再開する。新しい風呂の設計に余念がない。トランの城の留守番役をミスから望んで引き受ける。世界の端っこを見るために海へと乗り出す。グレッグ・ミンスター城の宝をくすねて姿をくらます。
念願の自分の店を持つことができた。終わった。やっと終わった。これは長かったね。ああ。めんどくさい。これで使う。ゲームクリア。嬉しい。まあ最強のエンディングではない。北尾和美。最強のエンディングではないだけど、橋本和久。感じない。なんで。感じみたい。うさぎさん。村山義孝。よしの感じわからん。ホーリーマサル。ホーリー。宮内克明。秋はなんだ、季節の秋。スルガイヤスオ、サルガクカスナリ。これでつながいね。川の順子。川の川。宮田美幸、斎藤淳。まあ別に読み必要ないだろう。田中。そうだな、ちょっと長かったこのゲーム。まだ、まあ、かん、なんだ、最強のエンディングではない。すべての民族手に入れなかった。入手できなかった。まあ別に、まあ、つまらないから、歩きたくなかったから、攻略読みたくないから、まあ終わりしましょう。終わりしようと思った。いい判断だろ。そうだな。ああ、面白かった、このゲーム。そうだな。仲間はたくさんいる。それはいい点かな。ちょっとめんどくさい。たくさん仲間がいると、装備の変化、装備の渡すとかめんどくさい。そして、仲間を変化することは、変更する、いつも変化しているこの仲間、この仲間変更、変化めんどくさい。そうだな、かなりめんどくさい。まあファイナルファンタジーと同じだろう。満足、そうだな、この幻想のやつな、仲間は6人、ファイナルファンタジーは3人。そうだな、満足か。限界は3人、ファイナルファンタジー7。限界は6人、スイートコーデン。ファイナルファンタジーの仲間9人。スイートオーケンの仲間100人かな。わからない。そうだな。コナミ、もう終わり。クレディッツ終わった。1995年。そうだな。クレディッツの後、何か物語まだ。これ、タイに旅を立ちます。旅立つ。旅に出ている。大統領を辞めた。大統領も嫌だ。やりたくない。逃げた。エンドです。終わり。カン。そんな、カン。はいはい。それが終わり。一人ぼっちのタイに。一人ぼっちの主人公。それは終わり方か。エンドです。これは、じゃあ、プレイステーションを消してくださいという意味か。もうこのディスク。箱に入れてこのゲームも終わりだという意味か。 The end。 はい、終わりだな。よし、お疲れ様でした。幻想水光伝も終わりだ。